米カウ母食広報協会、米カウ広報工業会と申します。今回紹介させていただくのは米カウ広報という広報になります。米カウ広報はこちらの米カウパネルというものを使って施工を行います。大きく分けて2種類広報がございます。1つ目はボックスカルバートなどにこちらのパネルを使って作成をしております。型枠広報というものになります。こちらのパネル自体とても軽くてですね、ボックスカルバートの軽量化が、可能となります。また粗度係数の方も、数字が小さいために水の、水量ですね、かなり流すことができます。そして2つ目の工法として成形品に、後から貼る後張り工法というものがございます。こちら主にコンクリート構造物の改修の方を行っております。硫化水素などでやられてしまう水再生センターだったりも、下水道処理施設などで主に使われております。でこちらのパネル切ったり貼ったりが可能ですので、円形の円柱だったりも、施工が可能となっております。でまたこちら専用の接着剤、そしてネジキャップなども使用して物理的化学的の両面でくっつけておりますので、剥がれるなどの心配はございません。業界としてもですね、30年以上の実績がございますので、ぜひ米カウ広報ブースまでお立ち寄りいただけたらと思います。ありがとうございました。